願いします。これ色かっこいいね、はい、かっこいいですよね。あ、これね、これね、やってほしいの本当は。なるほどね、弾で渋く来る感じだ。なるほど。あ、出た、行ってたやつ。やべ、中だ。あ、あ、よし。あ、違う、なんだそれ。デガジェ、ダイ。違うか。これは、まあ、あの、フォアンです。フォアン。わかんねえ。台形、台形読んだらインパクトやりたいんだけど、立ち回りでインパクト打つとなんか負けな気がしちゃうんだよな、このゲーム。そんなことないんだろうけど。そうね、なるほど、台形。あ、へえ、拾えるんだ。あ、安い。レベル上がってます。レベル5はこれあれじゃね？あれ？変な音なんなくない？あ、今これはあの CA じゃないんで、こっちの体力が 25% 以下の時にあのラララーって流れます。これダメージは変わるんだ。ダメージ変わります。なんかゲームアップする動きも多いし、中段とかがあるから自分のセブンを展開できればいけそうな気すんだけどな、関さんも。大事やっぱ。長いの。デガジェ。どうしようかな。バカ。エール谷間投げ。このゲームさ、足で投げ抜けをするとさ、はい、なんかあんまりいいこと起こんないよね。起こんないですね。もう前ジャンプとかしちゃった方が。対空ちょっと困るのかな、そのキャラ。このキャラちょっと対空むずいっすね。真上とかがちょっと、あ、通常だ対空のキャラって感じだね。できれば波動拳対空とかしたいんですけどね。なるほど。きた。おお、長いね。中段。失礼。やっぱりレベル上がってるね。レベル上がってますよ。もう4です。レベル4、4はもう結構嬉しい感じ。これもう結構嬉しいです感じか。そうだよね。あー、やばい、これバカ、俺安いよこれ。受け止めつきます、台にすることで。なるほど、最強キャラです。これどうしよう、頼む。あ、やばいな、これ。レベル5、やばい。歌われるか。あ、お、これはちょっと待って、サンブラ、はい、オーディ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 、あ、あここの読み合いは本当にうまくなっても変わんないからな。うん、うまいも下手も結局じゃんけん、結局じゃんけんになるから面白いよね、こう。これ立ち回りだな。安全飛び込み。
あ、なんかここに総力って難しいな。うわ、出た。見てますね。レベル、レベルなんだよ。きついきつい。オッケー。ループループループ。ああ間違えた。レベル2出なかった。ああ逆だったの。バックステップ。大気やっぱ長いな。まっすぐ駒投げ。長い。あよい、これ行くまさか。余裕です。これレベルやっぱ上げたいな。そう考えるとやっぱりさっきのコンボで波動拳が入るときは狙ってほしいな。あ、上がりつぶし。これガードしたら何やればいいんだろうね。交流権がやばい。これ1ラウンド目レベル5という1ラウンド目レベル5終わっちまうんじゃねえのこれ。なるほど。あ、なるほど。怖い、やばいやばい。いるなマジで。これはやっていきたい。合わない。レベル2、1。あ、潰れた。サンブラ。え、ちょっと待って、これどうしよう。狙うしかない。ね、狙ったのに今入んなかったか。多いな、なんか何か企んでるな。なるほど、それはいい使い方だわ。じっくりしてるな。仕込みが。小づく。ああ。飛んでみる。あ、じゃあしゃがみ中盤じゃない。うわ、これ昇竜拳なんか出ないこと多いな。あ、じゃあここから。駒投げ、駒投げ食らないよ。ポイズン思い出したわ。空対空癖なんですよ。失礼しました。これむずいんだよな。一発目で打ちたいんだけどな。痛い。これさすがに繋がんねえか。あー、うまい。
わかんねえから。つなぎます。あ、偉い。これね、置き攻めつかないんだよね、レベル3。そこだけちょっと、なんつうか、物足りないところ。まあなんか、今のこれ、ただのルークのあれなんですけど、うん、多分、中、ナックルミスるかもしれないんで、一応ラッシュ刻めるときは全部ラッシュ刻んでからコンボした方がいいかもしれない。あー、なるほどね、早めに刻んでいて。8弱系ラッシュ。はい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 。しゃがみ台パン、ラッシュ、引き台系。ルークはね、かなりバーンアウトしちゃっても、弾のおかげで守れるから。バーンアウトさ、せめてバーンアウトしちゃってもいいっぽいんだよ。やばい、これ違うんだよ。あれやりたかった、タックル。はい、まだレベル、あ、レベル3か。まだとか言ってらんないな、もう。あれやばい、レベル4は EX いけ。あ、ごめんなさい。いや、まあでもそうだよね。今の削られちゃうもんね。レベル5って。へい。カニカン。やばい、きつい。あ、ちょっと待って、これどうしよう。こっち、オッケー。いや、端きついな。端きついよな、これ。端まで行っちゃったときはもう読み合うしかないよな。多分なんか相手の投げに対してマノンでジャンキャン投げとかできればもう変わるんだろうな。確かに、システム的にできるの。あ、ちょっとそこら辺もまだ調べれてなくて、ここはまだ、いやでもできたら強いだろうな。いや、ちょっと調べよう。折れないね。やばい、スパン。時代系やっぱいいな。いやー、チュアシらしくて。B、昇竜拳、オッケー。ここ第2で行きたい、したいんだよな。ちょっとこう、あー、ダッシュが出てない。あ、なんか嫌な予感。あ、でもまだレベル2か。え、俺やってねんだけど。やってないのに。やってないのに。いや、か、手が勝手に反応している。いろいろ仕込めるのはやっぱ強いな。あ、やばい、どんどんレベルが。痛いな、これさすがに。おお、レベルも5、レベルも上げるコンボでリスタルです。うんうん、あ、やる。あ、打撃投げもやっぱレベル高いと強いのかな。めっちゃ強いです。あ、あべ、
レベル。これレベル5だと減るの？ここは変わんないか。いや変わんないですね。あ違う、インパクトじゃない。きたー、これはゲージないっすよ。どうすんの。あうわいや今俺の作戦言っていいですか。はい、バンアウトしてピオラされたくないから、はい、なんかまずはこっち打撃で刈り取ろうと思ったのよ。ああ で, でリーサルになったらいよいよピオかなと思ったんだけど、ちょっと違ったね。そう、これインパクト返せるんですよ。あ、なるほど。他の技はやっぱそれ、ああ、ちょ、あ、もう、あ、今の攻めてレベルだけでも、そう、どうせ負けるなら、そうレベルだけでも、どうせ負けるなら駒投げレベルだけ。で、あわよくば、あわよくば勝ちます。3回ぐらい決めると。ダッシュしちゃった。あ、危ない。あ、立ったよ今。この中段マジ強いんですよ。いやこれ強えな。これじゃね？そう、これだと思うんですよ。あーしまった。レベル5だから。あ、ちょっと確認難しいやつね。長い。あー。K! 回してるか？回してないな。回すんか？あ、回してる回してる。回してるね。あっ、危ない。うわー、回してたー。あ、待って、でもレベル2か。まだまだある。あ、無理。ダメ。あ、待って待って、打っちゃった。あ、分かってる。おでかよ。あべ。やべやべ。あ、なるほど。これ置き止めつきまーす。なるほどね。これむずいな。あ、バカ。あ、やべ、あべ。あ、ほら、中段これ見てると無理っすよね。いいわ。しかもあれか、3速で打っちゃいけないんだよな、多分。CSA。一発目不利だよね、引き中継。一発目もちろん不利っすね。あ、そうですね。だからなんか最速で打っちゃうと、多分一発止めの時に、一発止めうんたらにガードされちゃうから。ひとまずこれラストでお願いします。あ、お願いします。あ、やっちゃった。オッケー、マイナー8。オッケー、ゲージは？ゲージ溜まった。お、マジ？あ、え？あ、なんかいろいろ、あ、うわー、それこんなに変の？ここまで思ってる、長いコマ投げあるな。弱コマ投げね。弱コマ投げ、マジ長いっす。
あ、違う。ようやく一応打てたが、オーバーヒートしてしまったね。守る。よし。いやルーク弾あるから、そう結構ね守れるんですよ。だからねボン曰くコンボで使い切っちゃっていいと思うよ。ここです。まずい。あ今取れたかもな。ちょっと安かったかも。一応残るだろ。頼む。残るよね。いやー残らなかった。あ、出した。あ、出した。